つぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる。こんにちは。食と心のデザイナー、暮らしの冒険家、由美子です。目覚めていきたい女性に送るつぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる。ライフデザインについて熱く語ってきたトークもいよいよ最終回です。まつりこさん。はい、性愛命の学び屋代表の夏目まつりこです。今週もよろしくお願いします。先週はついつい幸せもお幸せオーラで私はやりきった、なんか本当にこう、うん、自分の思うやりきったオーラでね、本当にこう、ね、さあ出産直後のね、そうそうそう、うん、お母さんみたいな、本当に出産っていうか、うん、本当に何に生まれてくる、どういう形で生まれてくるのか、で私もわかん、みんなにどうするどうするどうするって、うん、私もわかんないんだからさみたいな生まれてくるまでだからあんま気にせずやることやっててとかって言って、うんうん、だから今回は結構ね、あと今回はスタッフにもね、うん、全員聞いてほしかったので、うん、でいつもスタッフが料理場になっちゃうとダメだから、うんうん、じゃあ思い切って、うん、こういつもお弁当頼んでくれている、うん、こうホテルに頼んじゃおうとかって言って、うんうん、だからもうスタッフも全員、チームメンバー全員が、ねうん、会場で聞けて、そうだよね、それでみんなあの食べる人になってね、作るいつも作る人だけど、そうそう、でね、うん、こう一緒に作り上げてきたつぶつぶマザーたちに、うん、もやはり本当にこの地球始まって以来のこの内容を受け取ってほしかったので、うん、出番以外は完全にそれを受け取れるように、うん、だから出演者でもあり、あこれがいいと思うんだ、出演者でもあり、うんうんうん、受け手でもあるっていうこの本当に双方向の形を考えて、うん、初めての試みだったんでしょ、それはそこまでするのはね、うんうんうん、やっぱり見回りした時も出演したり、うん、YouTube したけど、それは、うんその時はもう気持ちがそっちに行っちゃうから聞けないんじゃん、その間は、うん、そうだよね、スタッフやってるとね、そうそう、うん、今回はそれをこう完全に聞けるようにプログラムを組むというのも一つのテーマだった、うんうん、だから出演しているのに関わらず、自分も運営側であるにもかかわらず、手放しで私が本当に伝えたいこの命ってこういう問題をちゃんと受け取れるように組むっていうのがね、成功したから、うん、すごい嬉しそうなのよねそうそうそう、うん、それでそんなことも含め本当にもう 前日前夜っていう形に全てが整って、うん、で本当に余裕で美しく、うん、本当にこうあらゆる人たちが協力してくれて、うん、もうどれ一つかけてもっていうような形で、うん、当日本当に、本当にもうどこも間違いもなく、何のこうイライラも何の心配もなく、うん、もうまるで当然のように、うん、その場の中でこう起きて、本当にねと思って、ああそして産んじゃったでしょ、うん、だからなんかああみたいな感じで、その後やることは結構やってるんだけど、うん、なんかこう何とも言えないリラックスムード、うんうん、でもでもその時はさすがにね、やっぱりもうこう自分の中で全体像が形になってくる途中中に、うんうん、そして実際にシナリオを作ったり原稿したりしてる時には、うん、本当にね、食べるのもめんどくさい、トイレ行くのもめんどくさいみたいな、そこまでハマってた、トイレちょっと行きたいけどやっぱりもうちょっとみたいな感じで、もう本当寝るのもめんどくさいみたいな、うん、そういうぐらいの1週間はあったの。本当、うん、やっぱりお産の時ってすごいだね、なんかやってたじゃないですか、ね、眠れないよね、そうそう、だからなんか、うん、実際は寝てはいるし、うん、その食べてちょろちょろ食べてはいるんだけど、うん、なんかそれこそにもう全然意識がない、うん、なんかそういうガーっていう、それも気持ちよかったんだよね、あもうすごい、もう快感ホルモンいっぱい出てそうな感じする、そうだね、うん、それでその当日はもう本当にすごい気持ちよくて、うん、で、あどん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 シナリオの中でも、あできるんだったらやって、できるんだったらやってって感じで、うんうん、どん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 私の出番は少なくしていったので、あ周りの子が動いてくれちゃうみたいな、そうそれとかこうね、うん、いろいろ映像とか使ったりしたから、あ私って随分、うん、今回楽ちんねみたいな感じで、もうどんどんだからこのつぶつぶもそうなんだけど、うん、進めば進むほど楽になるっていうのが本物だなと思って、あそうか、どんどん今違うじゃない、学問ってさ、うん、進めば進むほど難しくなって分かんなくなって、うん、大変になって結局分かんないまま死ぬんですみたいな感じになっちゃうけど、うんうん、なんかこう進めば進むほど開かれて、うん、進めば進むほど単純になって、うん、進むほどリアルで幸せっていう世界が、うんうんうん、あるんだ、それ伝えたいっていう、本当にあるんだから伝え、だからなんかこうあるんじゃないユートピアがみたいなね、天国がみたいな、今はないけどっていうんじゃなくて、もうあるんだから
知ってよっていう、うん、そうかそうか、そういう感じでこう、うん、でもそれをどうしたらいいかっていうのがね、うん、今回形になったことが本当に嬉しくて、そうなので、うん、でもここで終わってね、うん、あーっていうだけではでしょ、うん、でもまたテキストとか渡しちゃうとまた頭で読んじゃうので、うん、これ全部 DVD にしてみんなにこう、うんね、VIP、うん、的な人にはもうね、うん、こうプレゼントし、あ、そうだね、テキストなんかそうじゃなかった人には、うん、やっぱこれをこう、うん、低価格で買ってもらい、うん、あるいはこう、ね、その日来れなかった人にも、うん、こう買うチャンスがあるような形で出していくのと、うん、もう一つはそれをこうそのやっぱり人生ってリアルだから、うん、わーって言っただけではさやっぱダメで、うん、じゃあそれを落とし込むためには、うん、料理っていいんじゃない、毎日できる、うんうんうん、だから料理を毎日するような感じでやれるような、うん、こうことが必要、うん、でそのためにずっとそのテンダスクールっていうのを、うん、今3期目くらいやってるんですよね、うんうんうん、あの月1回3回、うん、で3回3回年に12回、うん、でそれを最初は1年と思ったんだけど、うん、やっぱり知らせたいこといっぱいあって今2年、うん、ファイル1からファイル8まであって、でもねファイル1からこうね、1、2ぐらい終わった時点でもね相当みんな別人のようになって、うん、ファイル4ぐらい来ると本当にすごいこう行動パターンから何か変わってって、でファイル8まで来ると本当にこう、うん、だから最近嬉しいのは、うん、あのそのテンダスクールに出た人と、うんうん、そうじゃない人があまりにも違うので、うん、私もテンダセミナー出たいですって直接言われることがすごい増えてきて、まあ、なんかこう確信に、ね、入るとなんか変わるっていうのはあるんでしょうね、そうそう、だから、うん、あこれはと思って、だからテンダスクールはこのまま続けたいんだけど、うん、あので名前をね、あの、うん、女開き、テンダレッスン、うん、あ女開きっていうこう、うん、あれでブログも書いて、ちょっとこのとこね、うん、このライフデザインに集中してたんでほとんど空っぽな感じのうん、うん、ブログになっちゃったんだけど、でもその女開き天女レッスンという名前で、うん、あの5月からは、まあ、継続して、うん、すごい効果だ、新バージョンになるという、そうそうそう、うん、でも内容は本当にもう確定してて、うん、でもう人数もね12人限定、うんで私、うん、もしも都合希望者多ければ2クラスやるっていう感じでやっていこうかなって思っていて、うんうん、そのために2月と3月に、うん、あのこう久々の1年ぶりの天女セミナー、うん、入門目覚めっていうのを、あちょっと懐かしいそうやっぱりそれが、うん、それを経てこないとダメだなと思っていて、うん、でそれともう一つはでこれは女性限定にするので、うん、ライフデザインスクールっていう形で今回ハッと開いて、うん、もうこれをリアルに現実化したい、うん、それを生きてみたいっていう人のために、うん、できれば夫婦で参加してほしいライフデザインスクールっていうのを月1回1年間コースとしてやって、うんうん、あ1年間やったらもう全然変わるでしょうね、うん、だから本当に命のサイクル、本当にライフデザインって感じで、うんうん、やっぱりね先週も言ったけど、なんだか分かんない間に大人になり、なんだか分かんない間にこう結婚し、なんだか分かんない間に子供を産み、なんだか分かんない間に子育ちしなきゃっていうこのパターンからこう全く違うこう一つのね、意識の共有っていうものをできたら嬉しいなと思っていて、うん、それをやろうと思ってるんだよ。でこのどっちも5月からこう、うん、もうすでに今テンダスクールはねこう続いていて、うん、やろうかなってしてて、本当にすっごいもう楽しみでしょうがない、うん、でそれでさ、まつりこさんもね、うんうん、あので実際はもう一つはこう性のことっていうのは、うんうん、私が伝えようとしている根源的なそのなんていうのかな、宇宙の法則としての性っていうのがあるけど、うんうんうん、実際それが適用された形で私たちは最終的にはやっぱり肉体を持った人間として男と女、うん、そしてこう性のこう結びつきとかいう形で肉体的な交わりっていうのもあるわけです、うんうん、そしてこう命を生むという、うんうん、なんかその中でリアルに性というもの、性の悩みとか性というものとの関わりとかを現実にほぐしていくという、理屈じゃなくて、うん、またもうちょっと具体的にだね、うん、具体的にほぐしていくっていうのは、うん、やっぱりこのまつりこさんこれからそうだね、すごい仕事増えんじゃないこれから、ね、なんかこの前ライフデザインセミナーにね、うん、あの私もあの参加したんだけど、その時にやっぱり同じテーブルでご夫婦で、ね、来られてた、うん、そうそうそう、ご夫婦で来られてた方がねいらっしゃって、あのラジオ聞いてね、うん、くださってたのね、うんうん、それであのなんか
奥さんがその私の変容サポートプログラムっていうね、愛し愛される私になる変容サポートプログラムっていうの、結構今ね盛り上がってる、そうあの、うん、個人集中レッスン、だってマンツーマンなんでしょ、そうそうそう、すごいよね、もう全部だからカウンセリングもやるしボディワークレッスンもやるし、うん、それからあのレクチャーもやるし、うん、みたいな、もう3 in 1じゃないけどすごいじゃん全部ギュッと濃縮したようなその個人レッスンをやっていて、これが結構やっぱり1対1で集中するし、あの宿題とかもこうやってもらうから、理屈ね、うん、何回言っても料理がさ、美味しい料理できなきゃしょうがないように、うん、理屈何遍言ってもやっぱりこう、うん、隣のね彼と接触が気持ちよいとか、うん、こう思いがね、そうそう、素直にオープンになれるとか、うん、そういうね自分の中のその、うん、今回のテーマあったけど、女性性の否定だとか、そんなものがね体抜ける必要があるもんね、うん、ね、そうそう、で意識も変わって体も変わるって感じで、これすごいニーズ増えると思うんだよね、私これそうね、でもそこは任せたよみたいな、そうそうそう、あ、本当ありがとう、だけどね、あのやっぱり一人体一つだとちょっと限度があるじゃない、うんうんうん、であの私も美美子さんじゃないけど、やっぱり寺子屋みたいに、うんうん、古き良き社会みたいにそれぞれの地域地域であのよくものの分かってるね、うん、あのお姉さんおばさまたちが、うんうん、この若い人たちに性のね学びを教える、男女のことから、うん、だから学び屋ってなったんだね、うん、そうそうそう、でその学び屋であの先々ねこうあのいろんな人に伝えることとかもあのやってみたいっていうね思いがある人たちに4月の下旬から4月下旬から新たに養成講座をね作ることにしたんですよ。そうなんだ、うん、でそれが性愛命のマスターメイト養成講座ってすごいね。でねメイトっていうねあの、うん、マスターなんだけどメイトっていうか、うん、あのなんだろう、なんていうかこう自分で体感もし、それから知識だけじゃなくて体感とかこう変容とかも経験していて、あのエキスパートなんだけどでもなんだろう、こうみんな仲間だよみたいな感じ、そんな感じにしたかったのね。あ、そうなんだ、うん、性愛、うん、いや性愛命のマスターメイト養成講座4月から、はい、これ何人ぐらい、うん、これはね、これもやっぱりあのね、あのさっき由美子さん12人までって言ってたけど、うんうん、私もね、あの関東と東京と二倉先生にするんだけど、うん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 、それぞれね、まあ10人以下というか多くても、うんうん、あんましたくさんじゃない方がいいなと思ってて、ね、これは男も出れるの、うん、これはね、最初はやっぱり私も女性から女性からね、そう、最初は女性からそうなんだよね、うん、そう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 ね、今回も、うん、あの最後にそのセミナー最後に言ったと思うんだけど、うん、前は2013の時は、うん、ね、こう割と 分離の男性的思考、うん、ね、こう社会とか男とか、うん、ダークスーツ型の男社会から、うん、女こう統合というあとね、うん、あと個人や家庭が大事にされる中的な女の世界に行くんだよって矢印をね右にしてたのね、うん、でも最後の最後のね前の日に、うんうん、これまずいよねって分かって、うん、やっぱりこう男と女の融合だったら、うん、でそれで急遽前の日作って裏返して、うん、あ、そうだ、でも今はあまりにもこう、うん、なんていうのかな、男性性って何かってことも、うん、女性性っていう何かってことも全部勘違いで、うん、真逆のなんか全然嘘の価値観で生きてるからみんな苦しいんだけど、うん、その中でも特に女性が、うん、なんか民主主義とか男女平等とかになっちゃって、うん、女性ってどういうものかってことがあまりにも分かんなくなっちゃって、ね、女性ならではの、そうそうそう、本質的な、 なんか役割っていうか、そうそうそう、あの良さっていうか、そう、うん、忘れちゃったのと、うん、あとはこうそのワゴの、ね、世界観から見た、うん、あるいは物理的ないろんな法則仕組みから見ても、うん、やっぱりこう女が先っていう、 こうルールがあるわけ、うん、だからこう電気でも、うん、こうね、女電気、うん、要するに性電気っていう性の電気、うん、女電気が、うん、あのバッと場を作る、うん、とそこに陰の電子がポッと生まれるって感じで、うん、実際ルールとしては女が先なのね、うん、だからまずは女性が、うん、本当の女性性、特に社会に女性性があまりにも足りないから、うん、女性性っていうとこう肉体だけじゃなくて社会にも女性的なエネルギーと男性的なエネルギーがあるし、うん、もうあらゆる場面ものに全てそうだから、うん、それをこう蘇らせるためには人間の女性がやっぱりこう女性って何か、女性性って何かってことを先駆けて知って場を整えられるぐらいの人に変わる必要があると、うんうん、そうだね、そこから全部広がっていくんだね、そうそうそう、だから最初に女性を対象にしよう、うん、
でも女性がそれをが分かると、うん、その、ね、家庭の中がこう変容していき、うんうん、結果的には、うん、最終的には男女が、うん、どっちもがそれを理解して、うん、この結び、うん、お互いのそれは肉体の結びもあるし心の結び意識の、うん、ああそうだねっていうこう、うん、響き合いもあるし、うん、いろんなレベルでの結びが、うん、発信によるエネルギーがはなんていうの、うん、発信されるような家庭、あなんか今家庭っていうとさ、うん、消費的じゃん、ああなんかあれ買ってそれ買ってみたいな、そうそうそう、なんか単純にこう男と女と子供のいる性的寄り合い状態みたいな感じになって消費的な場所っていう風に思われてる、あそうだね、うんうん、でも考えたらさ生命を生むわけだから、うんうん、そうだよね、創造的な場所じゃない、うん、ね、生産上だね、生産的な場所でしょ、うんうんうん、でよくねこうね女性は消費者だとか言われるけど女性って生産者じゃんね、うん、そうだよねでしょ、本当はね、だからか昔からね消費者ってことが嫌いでさ、うん、消費者なんて言われてこう、うん、平理してんじゃねえってこう、うん産んでるぞみたいなね、そうそういつも思っていて、うん、で行動力は男のものなんで嘘で、うん、やっぱり先に動くのは女だし、そう、ね、まあ、そういうこう常識じゃない、うん、本当にそれをただじゃあアンチっていう感じでやってもダメで、うん、そう戦うんじゃなくてね、ちゃんとルール通りに、うん、あってだから自分にとって都合の悪いこともあるね、女性から見れば女性って、うん、あそういう役だったの、うん、それってみたいなものもあるけど、うん、もうしょうがないじゃんね、そういうものなんだから、うんうんうん、やっぱりこうね都合のいいところだけじゃなくて、うんうんうん、そのちゃんとそれをこう、うん、受け止め、うん、そしてそれを生きることによって世界を変えていく、うん、でその方が楽っていうのもあると思うし、そう楽だよ、だってルール通りの方が楽でしょ、だってさ、ね、川が流れてるのによ、うん、あのでこういうの、うん、で滝の森に、ね、大変じゃんね、逆らわなくていいっていう感じよね、そうそうそう、だから逆らわないで流れに乗っていくっていう形の生き方を女性がしだせば、うん、ちょっとそれを見て、あだから今回ね、うん、あのなんか感想でもらったのは、うん、セミナーこう、うん、未来食セミナーやった時にその、うん、あその女性の方がそのつぶつぶやったり、うん、このねこういう学びやったりして元気そうになったら、うん、夫が、うん、なんかわかんないけど楽しそうで羨ましいって言ったとか、伝わるんだね本当にね、生き生きしてたらね、で、うん、でなんか変わってきたとか、うんうんうん、なんかわかんないけど羨ましいって言われるってすごくない？あそうだね。なんかあの口で説得するよりも、もうなんかそう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 、それが証拠みたいな感じだね。そういう感じで、うん、結果的には、うん、両方がいるこの家庭ができ、うん、やっぱり社会とね、こう個人って重要だし、うん、全部男と女も重要だし、うん、人間肉体物質があるからこそこの楽しめるわけだから物質も重要だし、うん、だから全部が大きいんだよね。でそれが新しいこうその要するに命ってこういうもんだよっていう全く真逆、源から発したその本当の真の生命科学で全部再構築、カシャカシャカシャって再構築される、うんうん、そういう時代な、うん、それできそうって感じですごい幸せな気分になってるんだけど、うん、なんだこんなんでいいんだみたいな感じで、ね、楽になるよね。そうだってね、うんうん、そんなね、だって松井子さんのこれだってさ、うん、こう変容プログラムなんて2時間で6回でしょ、うんうん、そうそうそう、2時間で6回って、うん、12時間だよ ね、 ね、でも、うん、12時間で変容しちゃうわけでしょ。でもまあその間に宿題があってね、だから一人一人が自分の生活の中でもう本当隙間時間とかにもう、ね、そうだよね、うん、だからそのことだけじゃないけど、うん、でもそういうちょっとしたそのね、こう 場と、うん、そのちゃんとした情報があれば、うんうん、あれば自力がその間に加わって、うんね、12時間の力でそれをできるっていうことじゃない、ねねね、そうだからこんな期間の間に変わるわけがないと思ってたら、いや変わっちゃうんだみたいな、でしょ、そういうのを見て私もびっくりしたりしてるけど、そうでしょ、うん、なんかよくセミナー見たら、その新1出ただけで、うん、自分が何か買おうとするものが変わったとか、うん、自分の人生観が変わってってびっくりしましたっていうのとかね、うん、なんかみんなスイッチ持ってるんだよね、そう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 、なんかもうそこを押してあげたらもうポッくるっとなんかひっくり返るみたいな、そういうのがあるんだよね。で、うん、だからもっと具体的にこう大きな、私はやっぱり役としてはやっぱり根っこをやらないとなかなかほら無理じゃん、根っこから、だから根っこからパーンとひっくり返すにはどうしたらいいかってこととか、割とこうみんなが分かりにくく難しく考えてるものをすごく簡単に言うとか、そういうこう翻訳者っていうか塾の先生というかそういう感じでやってるんだけど、やっぱりでも具体的に料理に関してはだから今逆にでつぶつまだやみんながやりだしたし、そのね、こう性に関しては松井子さんがされて具体的な体に関しては、うんうんうん、あのね、真由美
さんがやってくれたりとか、うん、まあ、そういう、こう本当にこう チーム、うん、体の細胞が200種類がねチームで動いてて、うん、もう本当にね感動だったでしょ映像あ、もっといろいろあるんで今度も本当に学びをねしていきたいと思うんだけど、うんうん、こんなにまで細胞たちがこんなにまでこんなに協力してこんな風に頑張ってると思うとね、うん、あ、本当だね、ね、掃除系だよね。そういうこうちっちゃな創業種のつぶつぶがこう、そう、こうその振る舞いとなんか私たちがこう連携プレートっていうのが、そうそう、一緒なんだよ。だから素粒子、そして細胞、うん、私たち、うん、だからそれが細胞生物学というところまで、うん、なんか今までほら遺伝子で決まってるから、うん、遺伝だからもう全部終わりですみたいな、うん、そのすごい諦め、ね、うん、もうどうにもできないじゃない、うん、それ遺伝だからって言われちゃうと、うんうんうん、そうじゃなくて、うん、ね、うん、その遺伝子という設計図はあるけど、うん、それを使って何作るかは自由なんだよっていう、うん、それすごい希望があるよね。それが今の細胞生物学って言って、うん、意識で変わるってことでしょ。そう、意識とか環境とか状況によって細胞はもうどん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 こう変容して、うんうんうん、だからもう、うん、私たちも瞬間に変容してる細胞も私も、うん、そして宇宙すらがもう変容しようとしている、うん、だからなんかもう完璧にできた何かがあって、うん、そこに向かってるんじゃなくて、うん、一緒に進んでる。そっか、もう止まってないってことなんだよね。そう、全部動いてて、うん、でもこの源も、うん、その私たちの動きをフィードバックによってまた変化してるから、うんうん、無限だからなんかこう、うん、究極とかないんだよ。なんかお互いにやり合ってるって感じなんだよね。そうそう、だからずっと共本当に一緒に、うん、私であり全てであるものが、うんうんうん、体験の中から遊びながら一緒に成長し続けてて、うんうんうん、どこまで成長するんだろうな私たちって。あ、楽しそう。そういう感じだもん、うん、だそれ発想が全然変わるじゃない。あ、自分は運命に支配されて奴隷なんだみたいな、そんなんじゃなくなるから。そうそう、そういう自分も作ってるんだよ。そうそう、そういうことも、もうちょっとねこうライフデザインセミナーを受けて具体的に月1回1年間学ぶっていうこのライフデザインスクール、うん、ぜひ夫婦で来てください。それまでには家庭が変わる。今回来れなかった人、ライフデザインセミナー来れなかった人は DVD が、素晴らしくプロの作ってくれた DVD がそれまでに完成してると思うんで、私これ本当にね、もう世界ひっくり返るほどのこうものだよね、と思うでしょだから私たちのそのなんかこう縛られてたものがパーンとこう何解き放たれて、そう、うん、だから本来の自分に返るってことだよね。だから理屈、うん、やっぱりどうしてもね思考で理屈頭の、うん、が抜けきれない人とか、うん、やっぱり変化がこうちょっと不得意な人は最初戸惑うんだけど、うん、でも入ってるから、うん、スイッチが入るとピュンと変わったりするんだと思って、うん、だってなんかもともと自分の体はそういうふうに動いてるんだもんね。もともとがね、頭が抵抗しても体はそうなんだよって、うんね、だから本来の自分に帰るってことなんだよね。そうそうそう、うん、でもそれをいろんなとこから崩していくには、うん、私は食糖をねこうライフデザインとか天女とかで崩して、うん、で松彦さんはじゃあこのマスターメイト養成講座楽しみだよね、はい、そしてなんかオーバーラップして、うんうん、ね、私はだから命の本当にライフっていうのがずっとテーマで、うん、私の住んでるとこ25年前に命のアトリエっていう名前見つけたし、ああそこも命ライフが入ってるね。そうそう、もう命を創造する、うん、こうね、うん、アトリエと思って、うん、そしたら今ね妻さんたちがこの命のアトリエ、うん、岩手とかね命のアトリエ、うん、山梨とか作ってくれてて、ね、でもそういう風にしてなんか本当に命の寺子屋みたいな、うんうんうん、本当に人生のことをね、こんなに社会が進化したのにさ、うん、そこだけ進化してないよね。そうだよね。だからそれ昔ながらのおばあちゃんの知恵袋じゃないけど、先祖代々こうねなんかこう語り伝えていったものが今なんか届いてないから、うん、そ, う そ, う そ, うそれだけじゃダメで、それが変容して進化しなきゃダメだよね、うん、そうだね、今の時代に、ね、今の時代ならではのものだよね。そうそうそう、でも物質的な分はバーッと進化したけど、うん、そっちの方はなんか止まってある時に硬直しちゃって、うんうん、で伝統だからみんないいってわけでもないわけで、まあそうそうだよね。もう一回取捨選択して、うん、その再構築されたそれが必要、うんうん、そうだよね。だから使命は大きいよ、うん、そうだね。だからぐわーっとこうなんかこうあの変なところにぐわーっとこうそれてきたものを、うん、よっこらしょってこうね、そうそうそう、こう Uターンさせるみたいな感じ、ね、そう、でも本来はそっちだったから、うん、そんなに大変じゃないんだよ、向きさえ ね、うんうん、でもそこのためにはコツ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 と変容プログラムとか一個一個一人一人とか、うん、そうだね、リアルな技がある、うん、ない要するに実際の体感のない学問っていう、うん、その、うん、要するに対象物、うん、ね、こう自分対象物とする学問はもうやめようっていう、うん、そうだね、
ね、実学。そうで自分の体で感じて響いて、そう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 、自分がそれになるっていうことだよね。そうなんだよ、うん、それを伝えたくてもうこんなにひたすら喋ってるんですよ、うん、もう2年経ったからね。そう3年目に突入。そうだね、うん、ちょうどだから去年おとと、うん、2年前の、うん、その前の12月に始めたんだもんね、うん、最初まゆみちゃんがね、うん、そうそうそう、うん、ゲストトーク、ね、そこからぶっちゃけトークの、そうそう、ね、でもね、そうそう、うん、いやということで、うん、はい、あのお互いの使命は重要、はい、でその本当にこの、ね、うん、性愛命のマスターメイト養成講座、そして愛し愛される私になる変容サポートプログラムの威力、うん、そして天陽スクール改め女開き天陽レッスンの威力、うん、そしてこれから始まるライフデザインスクールの威力、うん、本当にすごいから、うん、もう威力もうこれね、受け取らないのもったいないって感じで、はい、ね、みんな待ってます。はい、じゃあ本当にまた次なる、うん、はい、あの、うん、冒険を楽しもう。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。はい、お待たせしました。約10ヶ月ぶりにユミコの天女セミナーを開催します。3月東京、4月滋賀での開催です。天女セミナーシーン1とシーン2をまとめてお申し込みいただくと17,500円お得というおまとめキャンペーンも実施中。詳細とお申し込みはつぶつぶホームページから。